ジェネトーク。ジェネトークをお聞きの皆さん、今年はサンマが大量、良質のタンパク質や鉄分、ビタミン A、カルシウム、ビタミン D など栄養たっぷりですよ。ジェネです。今日のメンバーは、刺身で言うとマグロになりたい男、中須太と片寄せ亮太と締めの卵焼き小森隼人です。っしゃー。え、今年はサンマが大量みたいです。なるほどね。そうなの。これ量なんだ。量だと思ってたの。大量、これ大量ね。大量だと思ってた。大量です。サンマ好きですか。はい、好き。隼人も好きじゃない。いや、俺サンマそんなだよ。え、そう。何が好きなの。でも肉より魚派。俺肉より魚派。一緒やん、俺。何が好きな、うん、魚だと一番何が好きなの。魚だと一番、イクラ。寿司のネタかよ。痛風になる。最高。ということで、始まりましたけども。10月31日にはニューシングルの少年をリリースということで。よー。少年。少年リリースですけど、今回どうですか、レコーディングとかやったと思うんですけども、うん、今回もまあ、小竹さんに。小竹さんの。作詞していただいて、はい、なんかこう、お話とかした。しましたよ。レコーディングの時とかに。LINE でやり取りしましたけど。ああ、なるほど。10年前の大阪から出てきたばっかりの自分に歌ってあげる気持ちで歌ってくださいっていう。なるほどね。もう本当にそれだけ、うん、なんかこう最近ではちょっとこうアッパーな曲が多かった中でのこの急なバラードじゃないですか。そうだね。急にこうバラードになったりとかするとさ、うん、ちょっと難しかったりするとかあるの。やっぱこう慣れてくるじゃん。やっぱアッパーでずっと歌い続けてるとさ、うんうんうん、やっぱアッパーの歌い方とかさ、やっぱあるじゃん、正直。いや、でもやっぱツアーでやってたからさ、ツアーではいろんな曲歌うじゃん。そうね。バラードツアー後に撮った曲だから、そんなに抵抗はなかった、うん、抵抗はなかったかな。むしろなんかうん、リフレッシュされて気分が。あ、逆にね、嬉しかった。やっぱ久々にこういう曲を歌えるっていうのはすごい嬉しかったし、やっぱ歌詞が本当にすごくいいので、うん、そうね、本当にその世界観をどうかたくさんの方に届けられたらなと思うのと、うん、やっぱファンの方たちももちろんですけど、うん、やっぱ大人の方々に聞いていただいて、そうね、なんか実際若い頃こうなりたかったよなみたいな、うん、でもそういう自分に慣れてますかっていう、うん、でもそれで慣れてなくても幸せですか、うんうんうん、とかいろんな問いかけられることがあると思うんですけど、なるほどね、そういう昔の自分に問いかける気持ちで聴いてもらえる曲なのかなっていう、うん、確かに思ってます。どう、ゆうたくん、今回 PV はいつもとまた違う監督さんに撮ってもらって。二宮監督ね、はい、ビッグシロデュ以来でしたね。そうね、なんか久しぶりな感じでした。ああいうイメージなかったっすよね、二宮監督。もっとね、ド派手な感じで、ね、ド派手な感じで、うん、ああいうイメージというとだから多分少年のさ、ノスタルジックな、ノスタルジックな、そうそう、結構パーティー系なイメージあるじゃないですか、うん、そうね、二宮監督ね。セカンドさんとかもCGとかさ、なんかセットが凝ってとかね、はい、まあでもなんかすごい、うん、いい意味で僕らのことをまだ取り慣れてないというか。まあそうだよね、なんかこう、なんで逆にこう新鮮な感じになりましたよね、うん、ああ、だから、え、くちゃくちゃなってるから、そのそう、ポテチ開けようとして、静かに開けようとしてるんですよね。もうずーっと無理でしょ。このマイクって結構何でも拾うから、ね。拾うよね。あ、そうなの。結構拾う。だって髪めくる音でさえ拾うから。マジで。で、ずっと野口さん悪口っていうの拾われてんのかな、小声で。いや、マジかよ。くちゃくちゃがもうすごい気になるんや。まあでもね。でもそういうことだよね。なんかこう、今までこう、俺らのことを知ってる人がやっぱ撮るとさ、俺らの良さ、うん、がさ、やっぱ分かってるから撮ってくれる部分もあるんだけど、うん、俺らのことをこうあんま取り慣れてない人が思う一人一人のイメージだったりとか、ね、グループの逆に客観的かもしれない、ね、あれもあると思うんで、まあすげえいい、ね、いいですね、作品にもなったと思うんで、うん、まあミュージックビデオもチェックしていただきながら、うん、まあそういう歌詞の部分だったりとか、うん、まあ久しぶりのこういう J-POP のバラードにもなるので、そうだ、ね、ぜひともチェックしていただければなと思います、うん、じゃあここでメールを一通。なんでこのメールで、なんでここな、なんでここにメールの、え、なんかね、あるんじゃない、なんかあるのかな、多分ね、行かないんだって。行かないの、おめえ。じゃあ閉めて、ということでジェネトーク今週もよろしくお願いします。お願いします。それではここで1曲お聴きください。先ほど話に出ました、10月31日リリースのジェネレーションズのニューシングルで少年。ジェネレーションズがお送りしているジェネトーク、ここからリスナーの皆さんから届いたメッセージ、普通歌をご紹介していきたいと思います。まずは最初のメッセージこちらです。どうぞ。ラジオネームももちゃんさん、22歳の方、女性の方です。
突然ですが、私は最近一人暮らしを始めました。地元から友達が遊びに来てくれるのですが、何泊かして帰るので荷物が多いのか、キャリーバッグで来る友達もたくさんいます。キャリーバッグは外をゴロゴロするので、あまり部屋の中でゴロゴロしてほしくないし、部屋ではタイヤ部分を下に向けて置いてほしくないなと思ってしまいます。わかるわかる。自分の部屋の中でキャリーをゴロゴロされた時には気になって仕方がありません。それやだね、ゴロゴロ。どう、確かにね、わかるよ。キャリーバッグってさ、ね、しかも雨の日とかに来られるとなおさらさ、タイヤも濡れてればさ、タイヤに面してる部分もびちゃびちゃになるわけじゃん。それやだな。でも言うべきかな。てか言った方がいいよね。やめ、なんて言うの、そういう時。おい、ちょお前それ土足、ちょ、土足ちゃうから、うん、もうそれ土足で上がってんのと一緒だぞっていう意味で、土足だぜ、土足だぜ、それっつって、ここ土金だぜ、ゆうたくんも一緒、タイヤ付けんとってって。そう、だからもう違うよ。ああ、そうだね。やめてって、もうドキンだよ。ちょっと持ち上げてって。で、どういう気持ちで持ち上げちゃってんだろうね。その、ゴロゴロしちゃってんだろうね。単純だよね。単純に進むからゴロゴロしてるわけだ。いや、楽だから。そう、普通の。人の家を汚したくないとか。キャリーバッグっていうのは転がすものだから、やっぱり。うん、キャリーと言ってるぐらいですから。それはもう、外であろうと、家の中であろうと。家の中であろうと。だって包丁をさ、家の中で使うのと外で使うのって使い方一緒じゃん。みたいなもんよ、結局。まあ確かに。ってことじゃん。まあそうやな。ちょっと分かりづらかった。うん。分かりづらい。リュックザック嫌にもしょうじゃん、うん、外でもしょうじゃんっていうのと一緒だよね、うん、要は。というのと一緒で、キャリーバッグは外でもゴロゴロするし、家でもゴロゴロするじゃん、使い方としては。ね、っていうことだと思うね、単純に。そのぐらい単純な感覚なんだけど。このももちゃんさんが一人暮らしを始めた家の廊下がアホみたいに長いから、そういうコロコロしちゃう現象が起きてる。広さにもよるよね。うん、そう。っていう話じゃん。うん、俺そこも気になる。ワンルームの廊下がなくて、そのまま玄関から部屋のタイプだったらコロコロする必要がない。うん、パターンもいいかな。でもさ、1LDK、2LDK になってくるとさ、やっぱちょっとは部屋に行くまでのストロークがあるからさ、あるかもね。使うじゃん、絶対に、ね。っていうパターンもあるから、だからもう言うしかないよね、友達に。一緒に手伝ってあげつつね。とか、もうもはや、もうそれを言うのすら嫌だったら、ありがとう来てくれてで持つ。キャリーよ。それだったらそれする。もうめんどくさい。それいいじゃん。え、なんでって言われたら普通めんどくさいから言っちゃうし。っていうのが一番の解決策だと思うよ、俺はね。家の中用の台車買えばいいんじゃない。家中用の台車。キャリーバッグ用のキャリーを買ったらいい、ね。そうそうそう。キャリーバッグを乗せる、ゴロゴロを買う。ゴロゴロ普通玄関に置かない。うん、俺も玄関に置くと思う。で、必要な時だけ持ってきて広げて荷物出してまた玄関のとこに戻す。でもさ、キャリーバッグで俺友達ん家に行ったことがないから分かんないな。はい。だからその経験がないからね、やっぱ答えは見つけてあげられないけど、まあでも言うしかないよね、これに限りは。だって相手に何かを求めたところで無理だから。だと思いますね、ももちゃんさん22歳、一人暮らし。最近はね、物騒な世の中ですので、ぜひ気をつけて一人暮らし頑張ってください。怖いわ、最後。続きまして。続きまして。ラジオネーム、幸せな筋肉痛。おい、ボーカルの2人に質問です。はい、お前ですね。まあちょうど今日ボーカル2人いますからね。で、私は小学校の職員をしていて、11月に音楽発表会があります。はい、うん、そこで歌を歌うのですが、子供でもできるいい発声方法などありましたら教えてください。声が出やすくなるような簡単な運動などでも構いません。なんだろうな。だからブーって言わせるしかない。そう、それ俺だってやってるよ、それラジオ。ボーカルに教えて。声帯がね、リラックスするな、これって。結構歌手の人みんなやるんだけど、俺もだからやるよ。あ、やってる。ラジオ前やってる。ラジオの人もやる。車の中とかでクソやってるもん。ずっとやってる。これ緊張がほぐれる。ブルルルルル。みんなでもそういうのだったら遊びでできるから、ね、そうそう、だからいいかもね、ブルルル。でも最近の小学生は混ぜてるからね。混ぜてる。だ、要は YouTuber っていうものがすごく今流行ってる世の中で、 YouTuber っていう言葉が職業になるぐらいの世の中なわけじゃん。で、そのやっぱメイクアップを主に専門にする YouTuber の人とかいるわけ、はいはいはい、美容とかメイクとかっていうのを YouTube でアップする人がいるんだけど、やっぱそういう人たちとかとこう話したりとかするときに、ラジオとかでゲストで来てくれた人とか話すときに、やっぱり小学生の子とかがやっぱ見ると、要は。だから休みの日にお母さんとかとそれを見てメイクをしたりとかってなった時に、いろんなこう情報を毎週毎週出して、それを子供たちが見てる中で、それが普通になってるから、そのやっぱ混ぜてるっていう言葉がどんどん現実味を帯びてきてるっていう
話なんだよね。本当に混ぜてるぞっていう。そう、本当に混ぜてる。最近の子は混ぜてるっていうのが本当に現象として起きてきてるっていうのがあるから、なんか意外となんか小学生だからそういう遊び感覚でみたいな発想は確かにあるんだけど、そこに引きずり込むまでにすごくもっと大人なんじゃないかな。そうそうそう、体は子供だから。そうそうそう、だから多分スイッチさえ入れば相当いいんだけど、そのスイッチを入れるまでにすごい工夫がいるっていう大人の人の見解で最近の、ね、なんか教育も変わってきてるのかもしれない、ね、すごいね。だから、ね、だって俺 あのすごいお世話になってる放送作家の息子さんがいるんだけどもう一人しかいないか。俺がめちゃくちゃ世話になってるその人の息子さんは、会いたい人誰聞いたら、恐竜、マリオ、ヒカキンっていうらしいの。だからこの時点で二次元の中に唯一食い込んでる 3D のヒカキンっていうのは、すごい。恐竜マリオっていう、そう、もう人が作り出した想像の中に入り込んでるぐらいすごい子供のこう、あれを掴んでるっていうぐらいだから、これ小学校の先生とかってすごい大変だと思う。大変だね。いろいろとこう子供との向き合い方とかさ、こう気の引かせ方とか。すごい大変だろうね。うん、だからこういう質問とかもさ、リアルなんだと思うよ結構、うん、いやだからさ、 YouTuber にいると思うよ。そういうのやる、そういうのを配信してる人たちっていっぱいいると思う。そう、声の発声のチャンネルとかさ。しかももしかしたらその逆に対先生に向けた YouTube のこうチャンネルが意外とそういう層にも刺さって、子供にも実は刺さるってい う見れちゃう、新しい発想ももしかしたらね、あるかもしれない。 あるんじゃないかな、うん、だからそういう小学生の子がそういう新しいこうね文化だったりコンテンツに広がってるっていうのもあるから、うん、ぜひこの幸せな筋肉痛さんは大変だと思いますが。そうだね。でもまあね、そういう、まあ、遊び感覚でね、ブーって言わせるみたいなのもやってみましょう、ありだと思うんで、うん、ジェネレーションズがお送りしているジェネトー、この時間はこちらのコーナーをお届けします。題してジェネ男塾。汗、筋肉、祭り、ダンベル、兄貴、マグロ、ブルドーザー、ハンダゴテ、とにかく男臭さ 100% のコーナ ー男性リスナーのみのメールは使い、ジェネレーションのメンバーの男度を上げるとともにリスナーの男度アップ、そして男性リスナーの確保を目指していきます。ジェネレーションって書いてあった。そう、ジェネレーションって書いてある。まあ、ね、文章には忠実にいこうかなと思いました、うん、女性リスナーの皆さんは男ってこんなこと考えてるんだね、そんな風に男の生態を理解してもらえば必ず女子力アップにもつながると思います。はい、では早速メール紹介していきたいと思います。ラジオネーム背筋力300さん、ジェネレーションズの皆さんに相談です。拙者は運送業なのですが、取引先の事務員に誰逃れさんに似てる美女がいるんですが、気軽に話せるくらいの仲です。その子に思いを寄せてます、うん、ですが先日その取引先で荷物を下ろしている時に事件が起きてしまいました、うん、その日は積み荷も多く汗だくで仕事してたんですが、その時爆発音が、うん、音がしたのもあり大丈夫ですかと言い立ち去る彼女、もう一度荷物を抱えるために一息つき足を開いた時に尻に違和感を覚え、確認するとズボンはおろかパンツまで破けていました。そうです、彼女はパンツが破ける瞬間を目の当たりにした挙句、そんな奴に大丈夫ですかと聞かれたのです。彼女に顔を合わせることなく納品はしたのですが、こんな状況で食事誘ったり告白などありえないですよね。次顔を合わせた時の対処法なども教えてください。お願いします。なるほどね。難しいね。拙者さんの性格にもよるからね。拙者のキャラね。拙者のキャラ。職場でのキャラもある。うん。うん、それがなんか、すごいこう、フレンドリーな方であるならば、ネタにできるのであれば。引き続きね、誰のがれさんにも話しかければいいかなと思いますけど。誰のガレッジではないですけどね、はい、キャラがな、わからん。そう、わかんない。そう、こういうね、なんかどうすればいいですか系の質問ってさ、その人のことがわかんないからさ、できる限りの想像で話してしまうじゃない、うん、そうそう、だからまあ想像で話すしかないんじゃないかな、この。そう、だからなかなか難しいよね、広げづらいけど。でもそんな面白いこと起きないからさ、普段だって相当面白いじゃん。ズボンとパンツさ、避けて女の人にさ、尻丸出しで喋りかけてるわけじゃん。客観的に見るよね、うんうん、遠くから見た人だってさ、漫画だよね、会話もわかんない人が見たらだよ、あいつマジケツ出しだから何女と喋ってんだろうっていうわけじゃん、うん、一瞬その瞬間を見たら、ね、そうそう。でもそれの主人公であるということに、その価値を見出せるか出せないかのキャラになる。あ、確かに、うん、見出せるんだったらやっぱ引き続き喋りかけていって、うん、出してほしいけどね。そうそう、でよりこうね、そのハーフ系のその女性の人と仲良くなった時に、うん、
そのそれこそご飯とか進展とかあった時にその話がきっかけで盛り上がる時もきっとあると思う。それいいな。その未来が待っててほしいよね。笑い話こんな面白いことないでしょ。ケツ丸出しで女の人と話したことあるだろ、うん、母ちゃん以外ないよ。だって多分ケツ丸出しでさないでしょうね。普通ないな、うん、って話だからさ。俺ね、あの申し訳ないけどたかがこんなことで諦める必要はないと思うよ。それはだから今の話も全部まとめてそういう意味だね。そう全部含めて、うん、別にこうその人の何か人間性が嫌いになったわけでもないですし、そう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 、そこをただその一瞬恥ずかしいとこ見られてしまった、うん、見せてしまった、それがもしかしたらその隙がね。そうてか今時の人でそんなことで嫌いになるっていうような女子だったら逆にやめた方がいいと思うし、確かに、うん、これ式でもう諦めることは私はないと、うん、気にするなと。そう、ね、そう気にすることはないと。ジュタ君はでも恥ずかしいこととかあります？あんまないっすね。だから普段がこうやっぱチブを晒しながらこう歩いてるようなもんだからね。ユタ君はそう常に恥ずかしい部分をそうさらけ出して歩いてる人間だから、普通の人でも出したまま歩いてるそうみたいなでいるような感じなんで、うん、もうそこにプライドとかないですよっていう人間なんですね。かっこつけない美学というか、そう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 、そういうことだと思う。なるほど。ものの見方は360度。じゃあもうこの人も全然余裕余裕もうお尻やもんだってじゃないから。そうゆうたくんの発想力ならパーンって言って声をかけてバ、うん、ーって逃げられて自分を見たら服が全部裂けてましたぐらいのレベルじゃないとそう大丈夫、うん、お尻だけやから。そう気にしたらダメ。続いての男臭いエピソードお願いします。リチさん、中学から毎週ジャンプを買い続けているのですが、はい、やめるタイミングがわかりません。はい、小森さん、はい、どうしたらいいんや。これは小森さんだよ。僕も小学5年生から毎週少年ジャンプ買ってますけども、やめ際がわかりません。お前もここにもいました。僕もやめるお前も引き際が見つかっておりませんということで、お前も、一緒にやめなくていいよな。多分この人同じことを俺と思ってると思うんだけど、体に染み込んで生活に溶け込んできちゃってるから、うん、どっか抜き時はね、もしかしたらだから今なのかもしれない。今週今週、ただその今週やめた時に我慢できるかワンピース何だったっけなとか禁断症状、そう、うん、あれはどうなって結局再来週、うん、その次の週とかなった時に買うわけ。3週間後に多分ね、うん、買っちゃうわけ。全然話わかんないってなった時に2週間前のやつ買うわけよ。もうこれまたもう1本戻るから。ちょっとじゃあこれね、まあ、全然漫画とかじゃない、うん、一般人意見からして、うんうんうん、遅れてるのは知っててもじゃあ単行本まで待とうかなっていう考えはどうなんですか。そしたら単行本欲しくなっちゃうじゃん。ほうほうほう。そうするとさ、単行本1ヶ月に1回か2ヶ月に1回か3ヶ月に1回の周期で出るわけじゃん。うんうんうん、そしたら今度は単行本を買う周期に入ってくるわけ。確かに。っていうだけで、で、もともと週刊誌読んでる人なんていうのは1ヶ月待てないから、月刊なんて無理だから。だから週刊誌読んでるわけじゃん。ってことは、それを自分からわざわざ違う思考に変えていかない限り、ただのやめたいだけでは週刊少年ジャンプはやめれないなっていうだけの話。やめれない。もう死ぬまで読むしかないんじゃない？そうそう。だからもう諦めるしかない。新しい輪廻に自分から入っていくか、輪廻から脱出するために自分を変えるかっていう、それぐらいのレベルだから。文化だからね。熱いな。漫画っていうのは。そう。だから、俺としてはやめるのであれば、それぐらいの、ガラッと自分のその趣味趣向を変えるレベルで変えないと、毎週買ったものの輪廻からは外れられないなと、なるほど、思いますけど。ということで、様々な男臭い言葉が出てきましたけども、そうだよな、もう、男性のね、リスナーの皆さんもね、ぜひともこうメッセージを送り続けていただければなと思います。男性、はい、待ってます。それでは今日は男臭いというよりかちょっと前向きなね、言葉が多かったので、ちょっと僕いいですか、一曲。ぜひ。それでは聞いてください。サンボマスターで輝き出して走ってく。ジェネレーションズがお送りしているジェネトーク、本日はここまでとなります。皆さん楽しんでいただけましたか。さて、この番組では皆さんからのメッセージを大募集しています。メッセージは JFN パークのアプリをダウンロードして送ってください。疑問質問何でも OK です。ということで、ここまでのお相手はジェネレーションズでした。